オロモーツ・シュンペルク線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は290。シュテルンベルクを境に歴史が分かれる。オロモーツ・シュテルンベルク間は、1870年に皇帝フェルディナント北部鉄道によって開業した。シュテルンベルク・シュンペルク間は、1873年にモラバ国境鉄道によって開業した。オロモツとシュンペルクを結んでいるが、 特急列車が経由するのは隣接する270号線の方であり、こちらはローカル輸送が中心である。オロモーツ・ウニチョフ間は1時間に1本の運行、ウニチョフ・シュンペルク間は2時間に1本の運行。2015年12月以降、シュンペルク方面行きのうち4本が快速運転する様になった。停車駅はフルショビツェ・ボフニョビツェ・シュテルンベルク・ウイエズドと、 ウニチョフ駅北の各駅。2019年以前は1日1往復に限り292号線のハヌショビツエまで直通していた。以下ではチェコ国鉄290号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。